マスター3の黒帯オープンクラス、はいはい、ワンマッチの決勝戦、はい、伊藤博文選手と原明選手、今大会伊藤選手がもう大活躍ですね。そうですね、はい、素晴らしいですね、はい、やっぱなんか根本的 な, なんていうんですかね、運動能力がすごい高いです ね, そうですね。それではマスターは白帯オープン、まさかの猫騙しからのダブルレッグ、早いですね、しかし早かったです、伸びも素晴らしい。一個またいでハーフ、原選手はなんとかスペースを作ってニシールドを入れたいんですけど、伊藤選手がしっかり腰を抱えてニシールド入らせないようにしますね。伊藤選手このトップのキープがものすごいですね。トップのベースが素晴らしいですね。これは具体的にはどこが優れてるんですか。そうですね、重心かなり低く保ってますし、はいはい、今しっかり腰抱えて、うんうん、原選手はエビをして腰を外にずらして、今左足ですね、左足をニシールドで入れたいところなんでしょうけども、はい、それをさせないように、うんうん、今伊藤選手が右手でしっかり原選手の腰をホールドしてフラットな状態にさせてますね、うんうん。伊藤選手に抑え込まれるとみんなもう動けなくなっちゃってる。そうですね、お尻の位置がかなり低い状態でキープできているというのがポイントですね。しっかり相手の動きについていってますよね、うん、勝負感もいいわけです、ね、そうですね、今2点取ってるのでそこまで無理をする必要はないですね。しっかりくっついてスペースを作らせないですね、うん、原選手はなんとか上半身周りからスペースを作っていって、左足のニーシールドもしくは右足を表に戻してオープンガードに戻したいところですね。が抜けつつあり、あ、戻りました。さっきよりもちょっと戻りましたね、はい、原選手もあ今足伊藤選手がニスライドパスで今のすごい上手かったですね。まだ入ってないですね、体を起こしてなんとか。伊藤選手はここからバック、アドバンテージですね。まだ足のフックが入ってないのでポイントはないです。ただ原選手は上の足を両手を入れることによってバックフックをディフェンスしてますね。さあ原選手略取できるか。ポイントはノーポイントですね、アドバンテージのみ入ってます。2対0、序盤の2点で伊藤選手がリード。なんで今のポイントが入らなかったんですか。今もうバックに行きかけてた時点で、はいはい、まあ、もうガードではないので、なるほど、それで、上下が入れ替わったんですけれども、はい、伊藤選手のパスガードがミスに終わって、でバック狙いが、崩れて上下が変わったという形なので、選手は立ち上がってテイクダウンを狙うかもしれません。時間も短いので、はい、あと1分ですね。原選手としてはどうしたいですかね。そうですね、これはもうパスガードで逆襲したいんですが、伊藤選手がガードを取らないですね。今ガード取りました、はい、さあここから攻めていけるか。Xガードですね、Xガードから立ち上がってスイープ、ね、こうなると原選手ちょっと厳しいですね。そうですね、これで2点入りました、はい、大選手の担ぎのパス、スタックパスのプレッシャーがもう素晴らしいですね。じりじりとパスガード、今パスガード成功ですね。
当に抑え込みが上手ですね。そうですね、足戻せませんね原選手は。しっかり腰を押さえて、そうですね、右手の使い方が非常にいいですね。はははは、足が戻らないように、うんうん、体格は原選手の方がちょっと大きいぐらいですけど。そうですね、入らないですね、はい、あ、素晴らしい強さ。今大会伊藤選手素晴らしいですね。 MVP 的な活躍、ね、この強敵相手に3連勝。ポイントで伊藤選手が勝利ですね。おめでとうございます。マスター3黒帯のオープンクラス優勝ということで、女の子も入れてよ、しっかり。あ、すみません。ありがとうございます。じゃじゃん。イエイイエイイエイ。ありがとう、ムービーだろそれ。ありがとうございます。全然終わらねえんだ。ありがとうございました。ありがとうございます。やりました。いやー、当たりを見たときにセリンゲロともしかしたら2回やるかもしれないっていうのがかなり嫌でしたね。ちょっと1回勝ってるので、もう勝ち逃げしようかなって思ってたところだったんで、まあけど最初に一本勝ちは狙ってたんでそれができてよかったと思います。マスター3黒帯オープンクラス決勝はですね、まあ1回勝ってるんで負けないように頑張りました。やっぱり手の内も分かってるんでなかなか決めさせちゃってなかったですね。無差別いかがですか。無差別はまあ何回かやってる選手なので楽しめました。奇襲みたいな。そうですね、ちょっとカメラ意識してやってみましたけど、まあたまにやるんですけどね、はい、ニュース新聞どうですか、雰囲気とか。そうですね、雰囲気すごく良くて、やっぱマスターが好きなので、まあきっかけはこのメダルのデザインが気に入って出たのがきっかけなんですけど、来て良かったです。次の目標とかありますでしょうか。次の目標ですか。またJBJJF のマスターの大会にのんびり出れればなとは思います。オープンクラスありがとうございます。吉田選手